今ここに、そらほらエッチなところがいっぱいあるから、エッチな薬いっぱい売ってますよ。これバイアグラ、これもバイアグラ、これシアリス、これね300、なんだっけ、バーツ3412、1200円ぐらい、もうちょっと高いけど1500円ぐらい。これは900バーツ、900バーツは36、3600円、だからまあ4000円ぐらいかな。この人たち売ってます、ここで。これはパタヤビーチの目の前、ここタイマー売ってますね。これほら、これタイマーですよ。これもジョイント、タイマー、can I take video? ほらジョイント、タイマーですよ。これ、これもタイマーの塊、これすごくないですか。これ、これパタヤビーチの目の前です。もうとにかくだんだんウォーキングストリートに近づいてきた、すごいからパタヤウォーキングストリート行きました。ここ、これウォーキングストリート、パタヤウォーキングストリートですね。ここは来ましたね。どっちを歩いていいのかな。昼間だからあんまりお店とかやってないんでしょうね。ここね、夜来たらすごいですよ、マジで。夜また来る。なんかシャッター閉まってますね、さすがにね、昼間だからかな。暑いわ。オンリーウィールって書いてある。大麻のみみたいな。オンリーウィール。これ すごいネオンですよ、多分。これね、夜来たらこれ多分すごいと思う、多分。これ夜絶対来るべきですね、本当に。今昼間のウォーキングストリートを歩いてます。昼間だけ。これはすごいわ、多分これはすごいと思いますよ、夜来たら。多分これものすごい。夜はこれ動画撮ってたら怒られるんじゃないかな。これ夜動画撮ってたら怒られるんじゃないかな。多分ね、ここね、両側ね、お店にね、女の子たちがいっぱいいるはずですよ、多分、おそらく。うわ、この人すげえ、タトゥーが真っ黒にしてる、してた腕をタトゥーっていうか腕を黒に塗ってたみたいな感じになってた。ちょっと待てよ。よし、いや、ちゃんと録画されてるかどうか今確認しました。これ昼間やってるお店って少ないですよね、極端に。うわ、グリルとシーフードって書いてある、グリルシーフード。多分夜はすごいと思いますよ。さっきから同じこと言ってるけど、うわー、これ横の路地もすごい、横の路地もすごい。これ夜絶対来るべきだな。今日の夜来ます。なんかガチャガチャしてて興奮する、ちょっとファンキーな場所みたいな、なんかちょっと大阪の街っぽい道頓堀歩いてるぜみたいな感じ。道頓堀もちょっと興奮する、同じ興奮がある。すげえ興奮する。一緒に住んじゃねえみたいな感じ。大阪の人に怒られるかもしれませんが、大阪の人すみません。でも本当になんかファンキーな感じがする。大阪もかなりファンキーじゃないですか、あんな感じ。すげえ、これ多分夜来たらすごいわ、絶対。これはすごい。日本だったら歌舞伎町、あ、日本だったらじゃない、東京だったら歌舞伎町、間違いない。歌舞伎町と道頓堀って同じなんだろうか、まあ分かんないけど、道頓堀の一角分かんないけど。うわ、まあ、絶対ここに書いてある55って書いてある、もう絶対すごいから。夜もう絶なんか中華料理の香辛料の匂いがする。大麻の店が無数にあるし、露店でも大麻を売っていて、さっきバイアグラを売ってた。うわ、くっせ、まあ臭いけど全然 OK。 これは左側、これバーですね。ちょっと見てみますか、こんな感じ。でもこれはこれで、あ、ディスコって書いてある。だから、あ、こっちもディスコって書いてある。
まあそういうところもあるんですよね。だからクラブですよね、ナイトクラブ。こっちは大麻の店、もういっぱいあるから、大麻の店が。こう大麻の店もういっぱいある。タトゥーショップもありますよ、タトゥーもある。てか昼間空いてねえじゃんみたいな昼間全然空いてない。あ、ここにも大麻の店ある。あのほら、なんかもみじの葉っぱみたいな形してんじゃないですか、あれが大麻の葉っぱのマークなんですよ。マークっていうか大麻の葉っぱってああいう形ですよ。だからそのあのもみじの葉っぱの、うわ大麻の匂いプンプンしてる。今左側にいた人たち吸ってましたね。まあ、全然 OK だけど、だって合法なんだから。そこにもあるじゃないですか、ほらその右側にもね、ほらもみじの葉っぱを形取ってでしょ、それ大麻ショップですよ。うっす、それ大麻ショップですよこれで。もちろん当然ですが僕たちも買えます、買おうと思えば。僕は買いませんが、買おうと思えば買えます。だからね、その何、日本人もすっごい多いですよ今タイに来てる人たちは。これ楽しいだろうな、さすがにね、夜はね。若い人だったらもうそれ20代だったらすーげー楽しいと思う多分。その代わりちょっと羽目を外してしまいますね多分ね。それで外しすぎてしまってちょっとなんかディスコで踊りすぎてしまってみたいなねことになるんじゃないだろうか。ちょっとあなた騒ぎすぎですよみたいなね。絶対なる、絶対なる、絶対なるわ。でこれ夜来たらおそらくもうものすごいこのネオンのギラギラとその男女がたくさんいて、これ一方通行なんですよねおそらくね。後ろからしか来れないんじゃないかと思ったらこのバイクは、あ、やっぱりそうだ、ここから曲がってますもんねみんなね。うわクラブがある、見て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 、ほらレーラって読むのかな、クラブ。よし行くぜ。うわルシアンシュガーガールズ、ルシアンシュガーガールズシュガーガールズですよ。なんかロシアの甘い女の子たちみたいな。何言ってんのか分かんない。これ絶対夜来よマジで、今日夜絶対来る。これはすごいわ、絶対すごい、もう間違いない、これはすごいわ。クレイジーロシアンガールズ見て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 、クレイジーロシアンガールズ、ほらクレイジーロシアンガールズ行こうマジで。カフェバーレストラン、これ昼間見るとね、あのこういう夜の街って昼間見るとなんかもうすすくれてみたいなね、すすで汚れてるみたいになるんですよね。そうそう、これでもね夜来るとすっごいから、ま、間違いないから、これもうそれはそれはめくるめくエッチな、なんかエッチとエッチだけじゃない、お酒と大麻と人々の欲望が集まっているみたいな そしてもうなんていうか、もうなんかもうドロドロの感じになって、もうべっちゃべちゃな感じになって、もうなんかもう2つの液体が、2つの液体というかシェイクね、シェイクみたいなドロドロした2つの液体が、つまりなんかバニラとストロベリーの液体シェイクがドロドロに溶け合って一つになっていくみたいなね、エッチなことを言ってすいませんなんかでもそんな感じがする、そんな感じがするわ。よかった20代にここに来なくて。僕は56歳独身カニ座です。あ、終わったかな、なんか終わった、例えばウォーキングストリート終わった、多分ここまででしょう。もうちょっと歩いてみっかな。
すごかった。これ絶対すごいから夜来たら。もう20代に来なくてよかった。本当に20代に来てたらもう本当にもう分かんないけど大変なことになってた。おそらく今はもうただね見るだけ、見学、社会科見学、社会科見学できるけど20代は社会科見学できない。そのなんか体験記を語ってしまうことになってしまうから、56歳でよかった。いや興味がないわけじゃないですよ、もちろん、もちろん興味がないわけじゃないけど、やっぱちょっとね愛してる人とじゃないとできない、できなくなった。もうよーし、あ、ここか、ここまでかな。ウォーキングストリート、なんか上になんかあるから、ほらこれここでしょ。でもなんか外れてる。うわすげえ、パタヤって書いてある。おそらくここまでだな、ウォーキングストリート。左のウインカー出しながら右に曲がりました。今こういう屋台で本当はちょっと食べたいんだけど、なんか病気になると怖いんですよね。ちょっとタイから帰ったらすぐドイツ行かなきゃいけないから、よーし、ちょっとよし止めようかな。間違いない、そこですね、そこで、そこまで、パテアウォーキングストリート、そこまで。よし、ちょっと行くから、ビーチの方に。うわすげえ、こっちの方はまたなんか一段とすごいビーチリゾート丸出しの感じ。ちょっと待って、これすげえ、ちょっと待って、これは取っといた方がいいわ。見てこのビーチリゾート丸出し。なんか昔 G メン75でなんか香港のシンジケートがどうのこうのとか言う時みたいな感じ。テン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 な感じ。香港のシンジケートの悪い奴らがどうのこうのみたいな。こんな感じ。スマートフォンでも撮っておきますね。こんな感じ。パタヤビーチ。これはリゾート感丸出しでしょ。向こうから撮った時よりもこっちの方がいいわ。こんな感じ。Oh yeah, that one. Yes, here. すごい暑かった焼け死ぬ、暑すぎて。もうタクシーで帰ってきました、暑いから。今日の夜行きますよ、また。夜は多分すっごいですよ。もうめくるめく欲望の欲望の渦の中に入っていきますそれでは皆さん失礼します。